のゲーム差をなしにしておきたいロッテ。そのロッテは4回、思い切っていくことだけを考えていたという今シーズンスタメン3試合目の3番指名打者岡部が、大栄先発若田部の内角寄りのまっすぐを捉えます。これが嬉しい今シーズン初ホームラン。さらにランナー2人を置いて横田が左中間を破るツーベース、3対0とします。一方大栄は6回、ここまで1安打に抑えられていた前田から4番ブーマーが本当に久しぶりというこの大きなスリーラン、あっさり追いつきます。さらに大栄は8回、ランナーを3塁に置いてリリーフイラブから代打岸川、打球はセンター前へポトリ、結局これが決勝点となり4対3、大栄がロッテを下し、若田部は完投で7勝目を挙げました。大栄は4回、ランナーを1人置いて5番指名打者藤本がカーブを狙いすましてレフトポール直撃の16号ツーラン、今日は大栄が先制します。続く5回にも山本が見逃せばボールという高めの球をライトスタンド上段へ突き刺さる豪快な15号ツーラン、一発攻勢で苦手の今野をノックアウト、田淵監督も思わずにっこり。一方ロッテは2試合連続完封負けを喫している足利に4回までわずか1安打、5回にはついに円陣が組まれました。これがバッチリ効きました。この回先頭の愛子、続く佐藤幸彦とレフトスタンド一直線の連続ホームラン、2点を返します。しかし円陣効果もここまで、大栄は6回にもランナーを2人置いて変わったイラブから上谷がラッキーなタイムリー、2点を追加、試合を決めました。市の西部、まずは首位打者争い2位の田辺、先制のタイムリーを含む5打数2安打とトップ大栄佐々木に1厘差まで迫りました。そして注目のホームラン争い、6回ランナーを2人置いて清原です。打点ホームランともに稼ぐチャンスでしたがタイムリーヒット止まり、今日はデストラーデとともにホームランは出ませんでした。投げては現在防御率ナンバーワンの石井がロッテ打線を1点に抑え完投。今日も西武は強かった、早くも70勝目です。以下の西武の前に今日立ちはだかったのがロッテ先発ルーキーの吉田。前回のオリックス戦では7回2アウトまでパーフェクトピッチングだった吉田は、今日も140キロ台のストレートとキレのいいフォークで西武打線を完全に封じ込めます。ところがいつまで経っても味方打線の援護がなく、吉田の好投を報われないまま試合は延長戦へ。そして11回の表、吉田はノーアウト2塁のピンチを招き、バッター4番清原。ここまで清原を完全に抑え込んでいた吉田ですが、土壇場で執念を見せた清原にライト線へ運ばれ、ついに1点を奪われます。吉田ここで無念の好投、結局この後2人目川本からも3点を奪った西武が4対0でロッテを下しました。その他ご覧の1回に1点を先制されたロッテはその裏、ワンアウト1塁で3番のマックス、西武の先発は新谷。ワンボールからの2球目、ヒットエンドランがかかっていました。一塁から堀が帰り同点、ロッテはさらに2アウト3塁1塁として6番初芝。ロッテはここ2試合でわずか1点しか取れませんでしたが、今日は打線がつながり2対1と逆転します。西武も2回、石毛、大塚の連続ヒットでノーアウト2塁1塁。ロッテの先発富山は立ち上がり不安定なピッチングでした。こうした場面で確実にランナーを進めるのがいつもの西武ですが、伊藤は送ることができません。結局見逃しの三振、さらに9番田辺、西武らしからぬチグハグな攻撃でチャンスを潰してしまいました。西武はこの後も毎回のようにランナーを出しますが、ロッテ富山のスピードを抑えた変化球にあと1本が出ません。今日は無駄打ちだったと森監督、西武の雑な攻めが目立ちました。ロッテ富山は11本のヒットを打たれながらも完投勝ち、ロッテが4対2で勝ちました。の援護に恵まれず5勝10敗と大きく巻き越している柴田、担当数8が示す通り粘り強いピッチングが心情ですが、この日も柴田らしい熱投が続きます。その柴田の頑張りに応えて3回、白井和之が第3号ソロホームランで柴田に1点をプレゼント。6回にも1点を追加して2対0とファイターズがリードします。7回にマリーンズに1点を奪われ、2対1と1点差に詰められた柴田は9回にも横田のヒットでノーアウト1塁とピンチを迎えます。しかし柴田ここは踏ん張ります。この三振で柴田は通算1000奪三振を達成です。なおも2アウト2塁1塁1打同点という場面でバッターは今日2安打の試合、この勝負は柴田。
田に軍配が上がりゲームセット。柴田は完投で6勝目、防御率も2点台と上昇してきました。5位に転落してしまった日本ハム、その一番の原因は何といってもタイムリー欠乏症でしたが、今日はここぞというところでヒットが出ます。まず1回、目下打率3位、首位打者を争う中島、今日1本目のタイムリーで日本ハム1点を先制です。2回、さらに白井のヒットで1点を追加した日本ハム、なおもツーアウト満塁とチャンスは続きます。ここで五十嵐がきっちりセンター前に返し、日本ハムはこの回3点。いつもはなかなか出ないタイムリーがどうして今日はこんなに簡単に出てしまうんでしょう。一方、日本ハム先発は酒井、このところ勝ち星に恵まれていませんでしたが、今日は見事な三振ショーを演じます。酒井は7回まで毎回三振、計10個の三振を奪う快投を見せます。こうなってくると試合はもう日本ハムペース。5回には片岡が新人王を強烈にアピールする第10号スリーランホームランで7対0試合を決定づけました。戸橋監督は8回からリリーフエース白井康勝を投入、バックの守りも冴えてロッテ打線に付け入る隙を与えません。結局投打の歯車ががっちり噛み合った日本ハムが7対2とロッテに連勝です。加瀬先発、打った打率2割9分7厘、3割を打てば新人王間違いなしと言われる片岡敦志、ひしひしとプレッシャーを感じる中、この1打席目見事ライト前へ運ぶと、続く2打席目は右中間へツーベースヒット。ルーキーで3割打者となれば、今やパ・リーグの顔、西武の清原以来6年ぶり、また一歩この快挙に近づきました。続く3打席目のショートゴロは、片岡走って走って、実に大きいこの内野安打。今日4打数3安打で3割をキープしました。しかし、いくら片岡1人頑張っても勝てないのが野球。日本ハム先発、柴田のこの神頼みも虚しく、ロッテに2本のホームランを浴びて4失点。ロッテが勝っています。ライトスタンドへ文句なしの31号ホームラン。ホームランダービートップに4本差と迫る一発を放てば、目下打率3割2厘と堂々ベスト10、3位に名を連ねている新人王最有力候補片岡、1打席目に見事センター前ヒットで出塁、そして3打席目今度はライト前へ弾き返し、今日4打数2安打、昨日に続き打率を少し上げ新人王にまた一歩前進しました。そんな2人がバッティングで活躍しても、守備の方では今日スタメンマスクの岡本、もう一つまずいプレーが飛び出すファイターズ。逆にマリーンズはサード初芝、ジャンプ一番、もう一つ、ナイスプレー、完全に流れはマリーンズに傾きます。そしてその初芝が6回、とどめの9号ホームランをバックスクリーン右へ、マリーンズが6対1で勝ちました。もしでしょうか、女心と秋の空とは申しますが、千葉へのフランチャイズ移動で盛り上がっていたあの春に比べますと、なんとも寂しい光景ではありませんか。肝心のグラウンドでもこのようなパスボール、ファンの方々のお気持ちをお察しいたします。しかしそんなロッテが4回、切り込み隊長の西村がライトへ2点タイムリーヒットを放つなど、この回一挙に4点を奪い逆転。さらに5回には初芝、2試合連続の10号ツーランホームランが飛び出しました。投げては先発の園川が日本ハム打線を2点に抑えゲームセット、今シーズン初の同一カード3連勝です。ロッテの先発は今野、一塁ランナーが走って佐々木は意識的に流します。まずは技ありのタイムリーツーベース、1対1の同点とします。3打席目は4回2アウト1塁2塁、タイミングを崩しますが今度は風が味方してタイムリーヒット、大栄2対1と逆転。佐々木の4打席目、ロッテ2人目平沼から文句なしの21号ホームランで4対1、佐々木は3打数3安打、打率を3割3分1厘まで伸ばしました。このうち宇野選手は昭和52年千葉県銚子商業からドラフト3位で入団し、持ち味の長打力で昭和59年にはホームラン王に輝くなど、中日ドラゴンズの中心バッターとして活躍しました。